どうも、こんにちは。宣伝部長のこいちです。今日は悪いやつ。 ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、兵庫県知事選挙にね、無事勝利しました斎藤元彦さんなんですけども、まあ、最近はね、まあ、公職選挙法違反だなんだかんだということで、まあ、マスコミの最後の抵抗かよくわかりませんけれども、あまり大したことないと思われるようなことでガンガン叩かれている状況なんですが、まあ忘れちゃいけないの、ちょっと本丸れ忘れちゃいけないね,ね,ねって話でありまして、これ元々の発端はですね、やっぱ やっぱり解文書にあるわけですよ、ねあのー、その告発者という言い方をなぜかマスメディアの皆さんは使ってらっしゃいますが、まあ、あれを見る限り普通に考えて怪文書として捉えるべきものだというふうに私は思いますけどもで結局その中に、まあ、いわゆるなぜかなんか本当のこともあるからなんか告発で内部 うん、内部通報にあ外部通報に当たるのだでまあそこを処分したらおかしいのだみたいな感じでね、まあ、そういった話もなんかなぜかそれが主流になってるんですけど <laughs> あのまあそれは置いといていずれひっくり返ると思うんですけど でまあ本丸はやっぱりそんなもんをばらまいたことが悪いしそしてそれに関わったのは誰なんですかというところが、まあ、非常に重要なんですよね。でその主犯たる県民元県民局長さんはですねもうすでにあのお亡くなりになられてしまったのでただお一人でっていう話でもどうもなさそうなんですよね。 まあ、当時の、まあ、取り調べの音声的なものも出回っているといか、まあ、出されているところから、まあ、中身を推察するとですね一通りって何かまあ他に影響がいきそうな話が出てるんですよね。はいまあ、それがまあ単純になんかその中にあったプライベート情報の方で迷惑かかるという捉え方もあれば、まあ、一方でそのなんていうのかなその 一緒に解文書を作った人物がいればそれはそっちに行くでしょうって感じでまあこれについて明確なとかわからないんですけどどちらにしてもですねこの情報まあこれについてはすでに警察に訴えているですよねおそらく刑事告訴してんじゃないかなまあちょっと告訴までかどうかわかりませんけども少なくとも警察にはこの件言ってるはずですよねで当然捜査がもしなされ るるとするならばそののパソコンの中身から何からら何当然証拠とししてて提出してますよねででそれで操作した結果これはって話になったらそりゃ動くよねっていうところですよね。で少なくとも嘘があるとするならばそれって普通にねまあ名誉毀損案件にあたるので、まあ、立花さんいくそれって犯罪だよねという言い方をされてるっていうのはそういうことで。 まあそこで、まあ、ようやく動きだし,したんじゃなかろうかって話が立花さんがちょっとポロポロ出されてきたって感じですよね。最初はねなんか逮捕されたなっていう話だったんですけどそれは潔しで警察に呼ばれただけのようですねいわゆる事情聴取というもので、まあ、いきなり逮捕がないっていうことについては立花さん自身がね、まあ、常におっしゃってるように事情聴取に応じればね急に逮捕されることなんかないと。 で、まあ、その先にもし問題があるとしても、名誉起訴案件だとするならば、まあ、あまあ、起訴されるとしても在宅起訴になるんじゃないかっていうようなお話ですよね。ただ、なんか、あのー、ひろしさんですね、なんか、一件だけ例外があって、ひろしさんについてはいきなり逮捕っていうのがあったんですよね。あれはちょっと未だに謎なんですけども、まあ、相当悪質と見なされたのかもしれないですね。警察の方から仮にですよ、なんか警告っぽいことが言ってたとしても、 あのまあそれを引き続きやっていたらこ,これはあかんってことになるのかもしれないですしこの辺はちょっとよくわからないとこがあるんですけど、まあ、いきなりねまあ、いずれにしてもここ関係者が、ね、結構偉い方々が多いので、まあ、いきなり逮捕っていうのはよっぽどのことがなければないかなって感じなんでとりあえず取り調べがようやく始まりできたっていう感じですよねはいはいであのそしてこのタイミングで例のあの あの寄付を求めたおねだり議員ですねあの、の方が警察署の前で写真撮ってですね行ってきますとかやってるからちょっとこれが結びついてこの人じゃなかろうかって話も一応は出たんですけどどうも違うようでそうでおそらくですけれどもあのとある辞めた議員ではなかろうかという噂が飛んでますという感じですねまあわかりませんと。 でまあ結局そうなんですけどただ私が思うのは今名前なんか出てきてる人たちっていうのはあくまで鉄砲玉っていうのかな表の人なんであってまあいろいろこう悪いやつってたい後ろに隠れるじゃないですかだからまあその辺の話まで持っていければいいかなっていうふうに思うんですけどもとりあえずですねまあその斎藤さんに対して出たちょっとねデマ問題ですね 今回ちょっと一つ取り上げつつそこ、そこから話を展開させていただきたいんですが。はい。というわけで、こちらはアイラドットさんのニュースなんですけど昨、今年の6月26日の記事ですね。斉藤兵庫県知事パワハラ疑惑紛失が止まらない淡路浴衣祭り特別扱いのわがまま。 ということで今振り返るとこれ後にねこの担当者がめっちゃ否定してるのでまあこれそのものがとんでもない記事だということに結果としてねまあなってしまったわけなんですけどもまあこれをこれがですねまあ一つねなんかこう斉藤さんがパワハラしてるんじゃなかろうかっていうことの流れを作った一つの記事ではあるかなと思うって感じで でこれ斉藤さんが、まあ、浴衣祭り、これ、おそらく2023年なのかな、日さ3です、おそらく。で,で、えー、数々の疑惑で百条委員会まで設置されてしまった斉藤元彦兵庫県知事と、その傍若無人な振る舞いは、県民が集う夏の風物詩の現場でも繰り広げられていたって感じで、まあ、この時はだから、このようなことが普通に言われていた時期ですよね。はい、今となっては、これを言う人はもういませんよねっていう状況まで来ましたと。 はい、でこれがまあ6月に開かれている、まあ、浴衣祭りなんですけど姫路で、えー、と300年近い歴史があり浴衣姿の人たちが毎年10万人以上訪れる伝統的な地元の祭りだでしかしこの会場に「今年は斎藤知事の姿がなかった」って言ってるんですよね。はい、でと竹内県義が記者に差し出したのは斎藤知事が昨年の浴衣祭りに参加した時の写真であると。 白地に縦縞模様の浴衣姿で挨拶しまってる様子が映ってるということですね。それがこちらか。まあご自身の、A、X にも載ってますと。ということで、この写真が斎藤知事の新たな疑惑を読んでるということで、まあ現状は浴衣着た写真しか出てきてないんですけどね。はい。なんか疑惑があるらしいですと。 で竹内氏が得た情報にあると当日の様子としてはこんな場所で着替えるのかみたいなところで会場入りした斉藤知事は着替えのための地元の公民館に案内されたとで既に数人が地元婦人会のボランティアの手を借り浴衣の着付けをしていたとで斉藤知事は「えっ、ー、とみんなと一緒に着替えるのは嫌だ」とか「ちゃんとしたプロの着付けの人はいないのか」 と激怒ぶりにに慌てた事務方が地元の和装店に連絡その和装店で1人だけ着付けをしてもらったという,ということを言ったと。はい、でさらに当日のイ藤知事については同様の情報が他にもあるということで知事はやはり着替えの場所にこだわっていたということでこんな場所で着替えるのかとかっていうことですかね。はい、で姫路市長はじめ参加者の大半はこの場所で浴衣に着替えたと。 浴衣なので肝ほど手間がかかるものではないし文句言ったのは斎藤知事だけですっていうふうにまあ言っちゃってんですよね。はい、なんですけど、まあ このね、えー、っと知事の件を担当した方によると市の観光スポーツ局から電話があって知事が浴衣を借りたいと言っていて紹介してほしいというので、まあ、貸衣装屋を紹介しましたというふうにおっしゃってますとい、まあ、単純に紹介しただけですね <laughs> はいで公民館に着替えたので着替えてないので、ね、そもそも地元ボランティアなどなったという事実はないということですねでそして貸し切ったかあ老舗呉服屋貸し借り切ったという事実も ないってことで、まあ大部分がデマってことですよね。はい。まあこのようなことを当時これが記事化されたと、そのえー、っとですね、これの根本となってるのが権義だというところで、これ自身がやっぱり大変な問題ですよね。はい。でえー、っとこの 浴衣の着付けを手伝うボランティアの人たちにも斎藤知事の土星、えー、は聞こえていたということで斎藤知事の言動は「比例もいいところ不快な思いをさせてしまい申し訳ない思いでいっぱいでした」って言ってるんですけどねまあこのボランティアのこれ怒られたって人出てくるんですかね言ってもいないのにどうやって怒ったんだっていう話にまあ現状はなってますとはいで竹内県議はこの浴衣祭りでかかった費用について、まあ、情報公開し県議会でも追及とまあこれ確か百獣委員会でもやってましたよね なで,で和装店に4,400円が支払われていたってことでこれどういう追求できるんですかねみたいな知。知事が行くのに、あっ、4,400円が大変な問題であるみたいなね、あの感じなんですかね。はい。 でまた姫,姫路祭りの翌月神戸市内の別,別の和装店が斎、えー、藤知事の浴衣の写真を SNS に投稿していたあ急遽斉斎藤知事の着付けを承まりましたと説明があ添えられてる急遽っていうことを結びつけてるんですけどだから。 はい、だからこの切り取り方も「急遽って書いてあるからその公民館が嫌でこんなとこを着替えるのは嫌だっつってでそれで対応したかのように見えますよね。そうじゃなくって、まあ割とその事前に連絡したっていうことでまあ,あの担当者によると初日の昼過ぎにスポーツ局から電話があって でまあ、そこで紹介したわけなんで急遽といえば急遽なんですけどそれは電話があって用意できますかって言って用意できるところに行ったんだから急遽かもしんないけど普通にあることでしょこれ一般人が電話したってあるわけで, <laughs> で電話して無理ですって言われたらさらにな何か別の方法考えるでしょっていうことなんですけどまあ申し訳ないけどこのこれは文脈で読む限りにおいてはですねまあなんかその,ここの公民館が嫌だみたいなわがままを言って急遽用意したかのように読めちゃうような 書き方をされているとはい、あるいはもしくはこれ証言した権威の方がそのようなあ誘導をしたのかもしれないんですけどいずれにしてもですねちょっと「急遽」っていう,こう言葉の妙を使ってまあまあ結果として誤認はされる形で一旦この情報が出回ったわけですよね。はいで はいでそして浴衣自身は商工会議所ですかね西脇 TMO 推進室から提供を受けたというところでえー、っとですねでイベントや行事で使っていた方が在庫として眠っていたそれを提供していただけるということでお借りしてますということをあこれ秘書家の説明ですかねであとはまあ播磨織の PR という観点もありますとまあそりゃそうですよねとこれをおねだり攻撃みたいな形でも使われたんですかねはい。 というところではいでその提供した西脇 TM をの方は浴衣に対してはえー、っとかつて七夕のお祭りを開催しておりその時に浴衣はその際に作っていた、まあ、在庫があったであってますよねで今は夏祭りがなくなり浴衣はあったとで知事が来られた際に PR な,らなるならと提供したとで斉藤さんもどれがいいかと選んだとで厳密に考えていなかったので契約書のものしようなものた まあくか貸したというかプレゼントというか何とも言いようがないってまあそれはそうでしょうねということで <laughs> あの <laughs> はいということでございますとはいでそしてここでなぜか厳しく指導したことあるみたいな感じで、まあ、別の話に飛んでくんですよね文書問題に対してっていうことですよねまあパワハラ問題の方に話が展開をなぜかしそして で一応それを挟んだ上でまた湯かたまずりの方に戻ってきて竹内県議は特別扱いパワハラ個室これまでの内部告発と同じパターンさらなる追及が必要ですと、まあ、いうふうにおっしゃったんですけどこれ <laughs> あの <laughs> まあ一応こういうのが過去にありましたとまあいずれにしてもですねまあ担当者がまあかなり激怒で否定しているのでまあこれそのものがどうなんだというふうな追及を受ったも仕方たがないような内容に仕上がってますと。 はい、というわけで続いて先ほどの件を扱ったこちらは竹内健議自身の、えー、とブログですね。これはまだ消されてないというところでありまして。で、えっ、ー、と、アえラドットのこちらのね先ほどご紹介した記事が、えー、と6月26日の、まあ、9時7分なわけなんですよ。で、これはなんか10時ぴったり、なんか予約投稿みたいに見えますね。だから、<laughs> 上がるのが分かっていて、 まあまあ予約投稿したかのように見えますね。この時に何か用事があったのかもしれないんですけど、まあとにかくそんなにね、あの記事を見て一気に書けるわけではなく、当然ご自身も取材を受けているから、いつ出るか分かった上で、それに連動するように、速報斎藤知事、昨年の姫路浴衣祭りで地元婦人会による着付けは拒否みたいなね、まあそのようなことをブログで上げていて、あの <laughs>、 これをマッチポンプって言うんじゃないですかね自分が取材源となりそれを記事化してもらいで記事の方でもちょっと持ってもらってさらにそれを使ってブログを書きこれをもとに百条委員会等々であるいは県議会で追及するそしてアンケートも取ってもらって誰かよくわからない人の回答を使ってこういうのありますよねってやっていくとこれがリンチじゃなくて何なんすかねって思うんですけどさあどうなんでしょうかと。 はいということで、えー、私がこの話を関係者から聞いたのは随分遠く前のことです。去年の浴衣祭りが終わってしばらくした頃知事がみんなと一緒に着替えるのは嫌プロでもない着付けは嫌だとか急にわがままを言ったと聞きましたまず県側から依頼していた姫路市の担当にトタキャンを食らわせ怒らせたという話。 ドタキャンさせたのが公務員に控えていた地元婦人会ということで当然知事が来ることも知らされていたと、えー、姫路市長や、えー、商工会議所幹部はそこで着替えたのが知事だけが素人は嫌だってっていうことで、はい、これ未だに消さず残しております<笑><笑>これこれ嘘だらけでしょだってこれ担当者が否定してるんですよこれすごいよねはいで えとそして、えー、今月に入って議会の制度を使って着付けにかかる公費支出があるかどうか調査したところまあ、指数が確認できて4400円って書いてないですよ4400円って書きなさいよ <laughs> <あの笑>、はい。でえっ、ー、とそうねだから公費ーーを使って呉服屋さんで着付けしてもらうって聞くとなんかこれ何万円かかかったのかなみたいな思うじゃないですか知事がわがまま言ってねでも4400円でしたみたいな。 感じで、えー、それでもみんなと一緒は嫌だ。プロでないと嫌っていうなら、どうぞ自分のお金で着付けしてもらってください。それは文句つけません。どうぞご自由にです。ということですね。はい。まあだから、まあ着るのが難しいやつだったので、まあ着付けをまあお願いして、無理だったらまあ普通の浴衣で行こうみたいな、多分確かそういう回答してたような気がしますけど、いずれにしてもですね、担当者が否定しております。なので、<laughs> あの <laughs>、まあいいや。はい。 ということで、それを使ってですね、このね、えー、県議会でね、6月18日に質問したったーみたいなね、えー、記事が出たの10日で、その8日後、あれ ?6 月の、あ、26だ。あ、そこの前にもう質問してんのか。<laughs> こっちの方が先だった。委員会の方で、えー、っと、浴衣祭りのことについて、えー、無償退応のことだか、みたいなことで、いわゆるこれ、おねなり問題でやろうとしたっていうことですかね。 ということでありましてこれはまあまあマッチポンプじゃなかったら何なんですかねというところなんだと思いますと。はい、というわけで、まあ、はっきり言っ,言って倫理的には私はアウトだと思いますけれどもこれがまあ法に抵触するかどうかは分かりません。ただ、えー、と今回の議員並びにいろいろ議会とか百条委員会とか等々で質問した方々いますよねいろんな話を。でそれが本当にまあ第一次情報から ですねまあ、今回で言うと担当者から話をちゃんと聞いたとかね、まあ、そういうんであればまだいいと思うんですけどそうじゃないもので話を森に持って場合によっては記者さんとつるんでですね話を森に持ってですねそれを使って攻撃をしていた人物がもともとの怪文書ですねそこの作成にもし関わっていたとするならばグルじゃんでしょっていうふうに思いちゃうんですけどそうなってたらそこはまだわかんないですよわかんない。 わかんないけど、まあ、今回ご紹介した人のみならずいろんな人がいますよね。で、その方々がまあつるんでってなると、まあ、まさにクーデター計画じゃないですか。 だ,ってご本人だからその怪文書も出した経緯もちょっと本当に本人が出したかったどうかについては微妙ですけどもまあそこについて本人だけが考えたとは思えないような中身なわけですよね。まあ、これについては様々いろんな指摘があったり AI 分析されてる人もいたりとかしてこれも本当のとことか分かりませんが本当に本人書いたんすかねみたいなところがあってまあ当然一部というかはあるかもしれないけど全部そうなのかなって感じでやっぱり。 まあ何人かで画策、うん、してる方がまあ自然に思えるんですけどね、まあ、とにかく、まあ、そういう形ででもその何て言うんでしょうねあのー、その関わってる人物がいたとしてでそいつらに命令されたとするならばその人たちをその元県民局長は売っちゃえばいいじゃないですかねこいつらに言われましたみたいな。<laughs> でもできないっていうことで言うと何か弱みを握られたとか言えない事情があるんじゃないかって思ってしまいますよね、まあ、仮につるんでるとしたらですけど。でまあ、と,とにかくあのという感じでもうとにかくいろいろ不自然ですよその形で怪文書が出ましたでもあっという間に、まあ、あ斉藤知事側は特定をしで、まあ、パソコンの情報の中身をゲットしあこれはクーデター計画やなと。 いうところで何考えてんだっていうところで詰めたとこまでは良かった詰めて処分をしたとこまではまあまあ良かったんですけどもあるいは内部通報制度をうまく使われてあるいは敵対勢力をうまく使われてえっ、ー、と何て言うんですねマスコミもそこに乗っかってきたのであのまあその構成をやってたわけですよねこの中において。で,でそこにでその中で。 あのやっぱりキーパーソンとなるのは元県民局長で、まあ、百条委員会でやったろうぜみたいな感じでいろんな打ち合わせをした可能性ですね。可能性があるんですけど何ていうんだろうその時に無理やろと思うと思うんですよね正直ね。はいまあ、そうするとなんか詰め腹を切らされるのは自分だけだよねなんですがじゃあここで全部まあ暴露したらどうなるかっていうと。 まあ、パソコンの中身も、まあ話もあるしいろんな意味においてやっぱり追い込むんまあなあと思ってしまうんですけどここはもう分かりません分かりませんが、まあ、とにかくそこについてはやっぱり警察がやっぱり捜査を今おそらく、まあ、動き出したっていうことであればしっかり捜査してですね何があったかっていうのを含めてちょっとねやっぱり明らかにすべきですよね。はい、ただ,なんてうんだろうなそこがまあ明確な証拠が あればねまあつるんでるということで、えー、その中に違法なことがあればまあ立件なり逮捕なりあるでしょうけどもまあそこまでどうもなんかね仮になんか共謀してたとしても一緒に考えてたとしてもしたとしてもですよそれはでも一緒に言ってたけどまさかそんなの出すと思ってなかったとかねいうことが言え,言えちゃうしでもそれを知った上で百条委員会とか <laughs> どうするんでしょうねその あのに持っていこうとか第三者委員会やれって言ったことについてはどう思うかって話で言うと、ここについては、あ、そっか、そこについてはまた別の議員がやれやれ言ってたから、それはそれで別軸で動いているのか。というところでありまして、ちょっとね、やっぱり、あの、なんて言うんでしょうね、ひょっとしたらそこに司令塔みたいな人がいるのかもしれないですけど、もしいたら、それはなんか本当に問題になる可能性があります。まあ、その一方で司令塔とか全くくいなくって そのそれぞれがそれぞれの思いの中で斎藤さんをどうしても辞めさせたいっていうのがまあこうなんて言うんだろうな自然連帯してったっていうことだとするならばまあ今回斎藤さんがまあもう勝ったんでね <laughs> あの <laughs> まあもうこれが圧倒的に強いわけでまあ時間とともに消失していく流れになって終わりということになるんだろうなと思うって感じですね。はいまあ、というわけでこれはだからある時一気に動くかもしれないし特になければ斎藤さんが普通にいい政治をやって。 ね政治的な敵対者がいたとしても、立花さんが立候補してぶっ倒すという流れになるのかなっていう感じでね。はい。まあ、いずれにしても、なんか日本の本当になんか悪い部分が可視化されてるような形なので、まあ、普通にこのまんまちゃんちゃんとはならないのかなというふうに思いながら見ております。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。